で今回もやっていきましょう。どうもラウルでございます。ということで今回もですねスマホ版にゃんこ大戦争の方やっていきたいと思います。ということで今回なんですけれどもにゃんこのお願い今回3日目ということで、とりあえず今回も、多分今日で最後かなと思うんですけどもね、とりあえず見ていきたいなと思います。じゃあね早速いきましょうか、ただいまちょうど今帰ってきたところにゃいきましょう。はい、まずは、君の話から聞こうかにゃ。昨日は楽しかったにゃ、はい、もう OK しかなかったんで、ね、はい、よかったにゃ。我が輩も嬉しくなっちゃうにゃ。別に何も変わらない毎日ですよ。はい、こっちの方はまあまあだったにゃ。また何かあった。あれ確か、前回の動画だとバーベキューがどうたらこうたらみたいな話してたんですけどもね。はい、準備があるから早めに行ったら食材係のバトル猫は先についてたにゃ。おーおーいいね、手ぶらで手ぶらドアノブにかけといたのに忘れちゃったって言ってたにゃ。そんなことってありえるにゃってあんたもさドアノブにかけといたって言ってなかった？ありえるよね。はいね、どこから聞いたことはそうだよ。あるよ、どこから聞いたことありますよ。あなたですよ。気を取り直して現地で食材を探したけどメダカ一匹しか捕まらなかった。メダカじゃお腹いっぱいならないな。メダカちょっときついよ。さすがにちょっとメダカはね、メダカはちょっときついね。はい、2人で分け合って上をしのいだね。いやそこまでしなかったらねバーベキューしなくていいと思うよ。うん、もう何それサバイバルでもしてんのこれ。はい、そんなわけでとてもじゃないけどお土産を買う気分じゃなかったりゃ。メンゴにゃ、そんなこと言ってるけどくれるでしょ。前思い返してみると良い思い出にはなったにゃ。そうですね、はい、やっぱり持つべきものは、友達にはもっと友達を増やしたいから、周りのみんなに、にゃんこ大戦争を進めてほしいにゃ。はい、おすすめしてくれたら年末に旅行行った時のお土産の余りをあげるにゃ。年末は割とあでも数ヶ月前か、数ヶ月前でもねえな、4ヶ月前とかじゃない。はい、あまりをあげるにゃということでおすすめしてくれた。ってことは今日くれないのもしかして。嬉しいにゃ、感激にゃ、ありがとうにゃということで、また明日かよ。おい今日くれるんかなと思ったんですけどもね、くれませんでしたね。ということで今回くれなかったですね。でなんかとりあえずね早めに終わってしまったんで、とりあえずどうしようか、発掘ステージとかバースデープレゼントのステージとかやっていきましょうか、せっかくなんでね。じゃあとりあえず、どうしようか、バースデープレゼントから、やっていきましょう。ちょっとねやってなかったですね、7周年ゴールデン、はい、GW ね。はい、ってことでじゃあどうしようか、編成は何でもいいかとりあえず、まあ、適当にこれでいいや、これでいきましょうか。はい、いきまーす。ということで消費統率力はマイナス7ということで、はい、いつも通り、なんかあでもサイズ同じか、ちょっとでかく感じたんだけどな。まあとりあえずもうねライオン、あれなんか戦車増えてる。なんでゴールデンウィーク何かなんだろうなんかあるかこれ。よくわからないけどまあいいか。はい、じゃあこのまま押していきまーす。はい、ということで終わりですね。報酬は、はい、レアチケットでございます。あーそうだ、にゃんこガチャも回さないといけないな。はい、ということで、レアチケットと猫缶ですね。ありがたいですね。とりあえずそんな感じですかね。あとそうだ、発掘ステージですね。じゃああれだね、ニャンチキハンター来い。はい、はい、猫の目精神とはマジで食うなよ。はい、あ来たよ。もうね経験値いらないんだよ。もう触れるキャラクターがもう数限りないから、すぐ経験値がね使えてもね残っちゃうんだよね。うわー、ニャンチキハンターが良かったな。じゃあということでこれ行きましょうか。で多分これはもうね編成はこれでね、クリアできるらしいんで、もうこのまま行きます。いやーくそ悔しいな。ニャンチケハンターがちょっと、ね、ちょっと嬉しいんだよね。経験値がね別にもうねいらないんだよ。なんか新規キャラクターが 2,3 体とか出てきてくれたら、あまあいるかなとか思ったりするんですけどもね、なんかここまで来るとねちょっとスイッチ版みたいな形になってね、ちょっといらないんだよな。まあ俺がねどんどんガチャを引いてね持ってないキャラクターを引けばいいだけの話なんですけどもね、最近全然ガチャ引いてないんで、ちょっとウルトラセレクションでも引こうかな。
せっかくなんでね、まあ、とりあえずそれもちょっとね、まあ、今回は多分回すと長くなりそうなんで、まあ、とりあえずあともう一個ね、そのねステージの方やって終わりにしましょうかね。さあということで、明日こそ報酬の方がね、にゃんこからもらえるんじゃないかなって思うんで、まあ、とりあえず、お楽しみにしておこうか。猫缶いくつもらえ、猫缶なのかな、そもそもなんか、ね、猫缶って気分だったんですけどね。まあ、またそれかにゃんちけかどっちかだとは思うんですけれども、まあ、にゃんちけだったら7枚ぐらいね、あれ前回7枚だっけ、確かそれぐらいもらえたんで、まああると嬉しいよねって感じですね。じゃあもうこれでいきますか。あとはもう適当に壁出してればもう大丈夫そうじゃないかな。もう なんでこのフェンスで勝ったのかよくわかんないけど、あーそういうあれか、まあもう問題なさそうだね、全然大丈夫だな。はい、ということで、あとはそうですね、ゴールデンウィークステージっていうと、なんだ、あとなんかあったっけな、特になんかこれっていうステージとかもないんで、まああとは引き続きレジェンドストーリーをね、残ってるのを回ったりとか、あとはそうですね、なんだろう、あとなんかあるかな、やることは。新レジェンドもあともう1ステージか、ステージっていうか、まああれで、クリアできるんで、まあとりあえず、てか、あれ、結構やばいな。結構やばくないこれ。これで本当に勝てたのこれ。まあ適当な編成でも勝てたんだから、これで多分大丈夫だと思うんだけれども、まあこのまま見ていきましょうか。できれば猫ディタン C かな。C があればちょっとね、ありがたいかな。普通に C が欲しいわ。やばい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 よ、やばいよ、やばいよ。やばいよ。C はね、でかいけど、A はね、正直あんまりいらないんだよな。C だったらね、あれなんだよね、カオル君がね、回れるんだよ。猫みたい2個あれば。そうすると、ニャンチケがゲットできるんで、ちょっとパラサイトブームが倒れてくれないと困るよ。あ、OKOKOK。もうこれで大丈夫だな。よし、OK。ということで大丈夫そうですね。あとはどうしようかな。精神とはちょっと正直ね、回らなくてもいいんじゃないかなとか思っちゃうんですけどね。あ、キャッツアイか、猫の飲めか。あの、猫ビタンと完全に勘違いしてたわ。はい、ということで終わりでーす。じゃあいっか。これやりましょうか、精神と。確かこれは、あ、そうですね。あ、これ多分もうすでに、あ、これで同じ編成だわ。何も変わんないわ。じゃあ、いや、これでいきまーす。ということで、そうだね。そんなにきつくはないかな。まあ、問題はそうだね。あの、なんだっけ、モグラのやつ。あれがちょっとめんどくさいんで。まあ、とりあえずこのままお財布ダメしながらやっていく。てれば大丈夫じゃないかと。あ、ばばばば、よし、じゃあこのままね、ちょっと5000まで、もうちまちまやっていきましょうか。はい、ということでボス戦でございます。あとはもうね、もう適当にやっていきましょうか。まあもうね、このステージは勝っても勝たなくてももうどっちでもいいってステージなんでね。いやー、ちょっと萎えるんだよな、本当に。そろそろ本当にガチャもね、回していかないと。どうしようかな、ウルトラコレクションだっけ、今やってるの。あれ、回そうかな。それで、まあ、確定じゃないのがちょっとでかいんだけど、まあ、それで1体でもね、新規キャラクターさえ1体手に入れば、まあまあまあ、回す価値あるんじゃないかなと。そうすればね、全然経験値の使い道が出てくるんで、まあありがたいかなと。なので、まあとりあえずそうですね、まあ今後っていうか、まあとりあえず、考えておきます。はい。まあ早めにちょっと決断してね、回すなら回すでちょっと動画の方収録しようかなと思います。で、リアチケットの方も、まあとりあえずそうですね、あとは何枚で、100枚にはね、到達できそうなので、まあとりあえず、まあそれを、にゃんこガチャを回す動画の方ね、載せていくんで、まあそれはちょっと収録しないとかなということで、よろしくお願いします。ということで、これも大丈夫そうですね。
はい、問題なく終わりそうです。はい、ということで終わりでーす。いやー、もうこれで完走ですね。はい、ということで、まあ、とりあえず今回はですね、にゃんこのお願いをしょっぱなから言ってね、今回 お土産の方はねもらえなかったんで、まあ、また明日ですね、明日の方をちょっと確認していこうかなと思います。であとは引き続き先ほど言ったねガチャとかも、もしね回すんであれば収録しようかなと思うんで、そちらの方も見ていただければなと思います。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回動画でお会いしましょう。またね。